ベイン。ということでですね、前回の動画見ていただいた方は分かると思うんですけど、現在山中太陽プロにハードワーク、まあ、特訓していただいてたということで、まあ、下からポイントだったりとか、まあ、クロスコートで練習したりとか、まあ、いろいろやってたんですけど、まあ、これからあのセット練習をさせていただけるということで、はい、紹介します。はい、お願いします。お願いします。お願いします。はい、太陽くんはあの、まあ、簡単に言うとセルビアであの初めてお会いしたんですよ。で、うん、そこで出会って、まあ、ちょこちょこ会場で会ったりとかして、こんにちはみたいな。で、あの今回あの、まあ、こんにちはっていうか、もうちょっと元気にこんにちはってあれ仲良くやるんだけどで、あの今回柏オープンで俺メイの応援でそのフューチャーズの試合見に行ってたの。はいはいはい。で、それで男女共催だったから、あの太陽くんの試合してて、太陽くんの久しぶりに会って、もしよかったらコラボしていただけないですかっていうあれで、まあ、今回急遽あの試合終わった直後ということでちょっとお願いしたという感じですね。はい、ぜひちょっと太陽くん、あのプロフィールと戦績と、はい、あと年お願いしていいですか。兵庫県出身、今年で23になります、山中太陽です。主な成績は、U16 の全日本ジュニア優勝とスーパージュニアのダブルス準優勝など、まあ、ジュニアが多いんですけど、プロになってからは$15,000の大会ベスト4が最高成績です。なるほど。じゃあ、まあプロとしてはこれから行きたいということで、はい、はい、まあ、その太陽くんを知ったきっかけが、そのU16で優勝したって言ったじゃないですか、うん、あそこで確か藤原くんだっけ。そうす、藤原くんと決勝でやってて、やばいテニスしたんだよ、16歳で。いや、ガチで16歳のテニスじゃねえだろっていうテニスしてて、おめっちゃ攻めてたんですよ。ボーイって言って、あんな元気、あんな元気っていうか、あんな毎回吠える元気はもうないです。ジュニアだったから、はい、ボーイって今は心で噛み締めて。なるほどね、コメントなんて結構書かれてなかった。はい、ボーイみたいな、ウルトラマンみたいな、なんか言ってたよね、なんか。そうで、結構、はい、それを初めて見てやべえなと思ってて、で、まあ、知ってたんですよ。おー、まあ、だから、まあそのすごいアグレッシブなテニスするということで、プラスあと片手バックなんですよ、うん、で、片手バックハンドでもエース取ってくるぐらいパワフルな選手ということで、はい、はい、なのでちょっと花があるんですよ、テニス、うん、今日はぜひ皆さん、僕はその花のあるテニスに、はい、こうついていく姿っていうのをちょっと皆さん見ていただければと思います。じゃあ今日は勝たせていただきます。ああ、まあ頑張ってください頑張ってください。いや、ちょっとね、あのその前回のポイント、あの試合っていうか練習見ていただけたら分かると思うんですけど、ちょっと下からのポイントボコボコにされて、俺下からのポイントめっちゃ得意だから、うん、結構案外いけるかなと思ってたんですけど、ちょっとボコボコにされたんで、ちょっと次はセットということで、ちょっとプライドが気づいちゃいましたね。はい、ちょっとマジでね、下からのポイント俺めっちゃ得意なんだけど、ああサーブ練習行く、ちょっとやられちゃいましたね。はい、さすがプロということで、うん、いや、とりあえずまずマジな方で、結構リアルに勝つとか言ったけど、結構リアルな方ではちょっと本当にちゃんとゲーム取るわ。なるほど、プロ相手に。俺全部ダンクじゃん、なんか。あ、そうだね、ちゃんとゲーム取るわ、マジで、はい、頑張るわ。普段の試合から打ったらいいよね、マジで。そうだね、試合になったら硬くなってるのかな、力入りすぎて。うん、めっちゃ良くない、今。いや、めっちゃいいんじゃない。よいしょ、ウィッチ、ウエス、お願いします。戦とかあるんですか。いや、ちょっと今あの5万人の人に見られてると思って、ちょっと腕が震えてるんで、とりあえず緊張をほぐします。あ、なるほど。あ、
単語マン卒業式おめでとうございます。いやーよかったね。バカにしてんの？いやバカにしてないですけど冗談じゃん。よしもう1ゲームだ。こんな感じで楽しく元気ポジティブエネルギッシュにやったら取れるから、うん、いつもつめつめしてるんですよ。自分に変にプレッシャーかけてるんですよ。楽しまないと手にそうっすね。大事ですね。結構得意なのに、またぬき結構練習するね、遊びで。うん、てか前からできてるよね、またぬき。小さい頃からなぜか。ひよりくんがまたぬき入れて、僕が前のまたぬきで返すっていうのが見えてたんですけど、そういうの帰ってます。そこまで帰ってた。緊張は解けてきましたか？逆に1ゲーム取られてリラックスしてます。へぇ、あーって感じなんで。あ、そうなんですね。うわー、ナイスアップ。うわうわぁ、セカンドで決まる予定だったんですけど、帰ってきた。サブ早いですね。早いですか？はい、すごいですね、あんな。しかもコントロールされて。これ取るよ、これいくよ、絶対取らせない。取るよ、絶対。ナイス。
おおおおどう俺ちょっとレベルアップしてる。いやなんかさっき最初の1ゲーム目取られた時は、うん、なんかスライスになったら前に来てたり、うん、今取られたゲームはサーブアンドブレしてきたり、うん、まあ多分片手バックのこと多分スライスとか使うの、うん、前とかでできやすいと思うんですけど、うんうん、誤算めっちゃ悔しそうですね。しゃあよし。ナイスゲーム。ちょっと時間5分前これ、おこれが2ゲーム取られてぴったりに終わらせようっていう実力で取りました今回はただの強いですいや最後リターンで結構仕掛けようと思ったんだけど、なんか前で捌くリターンが苦手なんだよね本当に。いやなんか多分ブレイクしたいだろうなと思って僕が早いサーブ打ったやつをガーンってやりたいんだろうなと思ってゆっくり打ちましたサーブ。なるほどね、だから俺結構さタイミングずれてるのこんなのなるほどね。そう最後やっぱちょっと前入ってプレッシャーかけようかなと思ったけどさ、ダメだったわ。すごいねしっかり読まれてたんですね。そういうとこゲーム取られたいや、それよりも悔しそうだ。いや、ちょっとこれで悔しがられてるのが僕にとって嬉しいのか悔しいのか分からないんですけどはい、まあ、けどその最近プロの選手にみんなに団子で負けてたんで、うん、まあ、今回僕としては2ゲーム取れたのはもう大きな成果かなと。ごめんね太陽君めっちゃ言い訳していいっすか。いいよ。多分他の日本人の選手って、うん、プレーが硬くてミスしないんですよ、うん、あーなるほどね。ですけど多分自分からバカバカ打って自分からミスすることもあるっていうあーなるほどね。と、まあ、いおりくんのスーパーボレーとかの言い訳やだっせーだっせー。なるほどね。だっせー。はい、プロからいただきました。ダサすぎる今のコメント。いやけど実際でも本当にあのその太陽くんのこのはあの言葉を拾っていい風にしようとかしてるわけじゃなくて、けどリアルに太陽くんのテニスってやっぱアグレッシブなテニスなんでゲーム取られるテニスなんですよ、うん、それやっぱあります実際。だから俺ステファノス選手だった時も3ゲーム取ったじゃん。そうだね。外国人でやる時ってそうなんだよ、結構ゲーム取れるんだよ。はいはいはい、はい、そうだから。でも最終的に勝つっていうのが外国人のテニスで結構あれだから大事なところで取ってくるね、やっぱり。そう、まあ、だからそれは実際ある。だからでも俺的にはやっぱ太陽君のサーブをブレイクできたらよかったなっていう、進歩だったなっていう、うん、そう結構捨てる時もあるから。あけど俺結構ボレーで決めたから自分で、うん、そう進歩もあったからっていう。はいはい超悔しそう。あのね太陽君はねその YouTube 見て分かったんですよ、マジで悔しい、めっちゃ負けず嫌いだなっていうのが。あいや実は超負けず嫌いでしょ。はい、いや実は、うん、いおりくんから、うん、その YouTube っていう話をもらった時に、うん、あの平石ひかるに言ったんですよ、うん、いおりくんと YouTube 撮るかもって、うん、いおりあいつまだ一元も取られてないから太陽頑張れよみたいな太陽そういうのちょこちょこ落とすタイプしようとか言われて、案の定しっかり落としたんですなんかこれなんか言ってんのも悔しいっすね。あいつに当てられてるっていうの大丈夫です。俺今度白石ひかるプロにコラボ依頼したんですよ、この前柏行った時に。うん、そしたらあ、やべ、来た。じゃあ行きますか、外。あ、どうぞ。はいはい、申し訳ないです。ありがとうございました。ありがとうございました。仕上げないですか。自分ですか。はい、自分そうですね、ちょっと来月再来月ぐらい出るかもしれない、はい、あ、本当ですか。はい、頑張ってください。ありがとうございます
ね、試合が終わったんですね、はい、ちょっとヘッドのケープついたんで、あーすごい、すごいちょっと期待されてるんで、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。いや、ちょっとそれでその白石ヒカルプロにコラボ申請っていうかしたんですよ、うん、柏で、うん、でやってくれるって言ってたから、おお、ちょっとヒカルに絶対ゲーム取ります、マジで。これ取りたいですね、はい、ガチで。ちょっと白石ヒカルに1ゲーム取るまで帰りません。はい、いや絶対取るわ俺俺マジヒカルに。白石ヒカルにはこれで勝てます、勝てるっていうかゲームは取れます、ね、スピン、そのバック側にスピン、あ、スピン高いとこ行けないんで。ヒカルちょっと聞きましたわ聞きました、ちょっとこれ高いとこ打ちますわマジで。いやけどさ、ヒカル相手にさ前出すぎたらあいつ抜いてくるよね絶対。え、そうっす、マジでなんか勝負感みたいな嗅覚がえぐいな。テニス IQ 高いっす、うん、テニス IQ は高いっす他は知らない、はい、なるほどね。しないし、ヒカルはテニス界でいじられキャラなんで。あ、なるほどね。だからこんだけ言ってます。あ、わかるわかる。仲いいんで。仲いいんで。危ない。はい。なのでぜひちょっと、はい、白石からプロとのちょっとコラボ期待しておいてください。はい。見ます。ちょっと見て、絶対取るわ。いや、俺取るイメージできてる。実際ガチで。なのでぜひちょっと話ずれたんですけど、ぜひ太陽選手の太陽プロのインスタグラム。はい。強化 SNS で一番強化してるということで、うん、しかやってないんで。ツイッターやってない、 X やってない、やってないです、まあ、見るだけで。パスタンド、はい、でちょっとインスタグラムでさ片手バック、はい、ポイント集リールでいや多分結構伸びると思う。そんなありますかね。片手バックで縦で絶対横じゃなくて縦でやってブワーってエース取ったところを盗まくれば多分海外の視聴者がWow, amazing. This is Wawrinka, Japanese Wawrinka, baby Wawrinka, みたいな来るかもしれないから結構やったら多分伸びると思う、わかんないけど。いや、まあ、でもあれっすよね、正直数打ち当たるみたいな感じですよ、ね、実際リールはそう、はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。グリーンプレイってことですね、今日はスペシャルコラボということで、はい、すごい方とコラボしていただくことになんとなりました。皆さんご存知の江原ひろやすプロとコラボすることになります。お願いし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 ます。